こんにちは、ネックス工業へようこそ。製造業を中心に脱中国の動きが加速する中、エアコン業界の最大手であるダイキン工業は2023年度中をめどに、供給が断絶された場合に生産体制に影響を及ぼす可能性のある部品を中国以外の拠点からも取得できる計画を発表しています。今回はなぜ脱中国を計画しているのか、ダイキンの国内回帰などダイキン工業にフォーカスをして解説していきます。米中対立や労働コストの上昇を背景に、製造業における中国への依存を減らす、いわゆる脱中国の動きが再び勢いを増しています。ダイキン工業も脱中国に向けて動きを加速させている企業の一つです。ダイキン工業とは日本を拠点とする世界的な空調機器メーカーです。1924年に創業され、大阪府大阪市に本社を置いています。同社はエアコン、冷凍機器、化学製品などの分野で幅広い製品を提供しており、その技術力と革新性で高い評価を受けています。特にエアコン分野では業界最大手として知られており、家庭用から業務用、産業用まで多岐にわたる製品を展開しています。エアコン以外にも冷凍機器や熱交換器、冷媒ガス、フッ素樹脂などの化学製品も扱っています。世界規模で事業展開しており、アジア、ヨーロッパ、北米など多くの国や地域で製品やサービスが提供されています。また持続可能な社会の実現に向け、2020年にダイキン環境イノベーションプラン2050を発表、 CO2 排出量の削減やエネルギー消費の低減などの目標を掲げており、優れた技術力と製品開発力、環境に対する取り組み、そしてグローバルな事業展開により空調業界のリーダーとしての地位を築いている企業です。空調機器事業においてダイキンは世界の売上高でナンバーワンの地位を維持しており、2021年度には全社の売上が3兆円を突破。米国、欧州、中国、アジア、オセアニア、日本の各地域で均等よく売上を増加させ、特に中国、インド、東南アジアで急速な成長を達成しています。そんなダイキン工業は2022年11月に中国で生産されている家庭用エアコンについて、一部の生産を国内に移すことを検討していると発表しました。新型コロナウイルスの影響や災害による供給の遅れリスクを回避するための対策として、部品の国内調達を増やすだけでなく、為替や需要の変化に応じて新たな国内工場の建設も検討しています。ダイキンの戸川正則社長は2022年9月の中間連結決算の記者会見で、事業継続計画の観点から国内への移転を進めると述べ、必要な増産がある場合、関西に工場が集中しているため関東にも工場を構えることが選択肢の一つであると指摘しています。具体的な生産量や製品数については、国内の需要の変化やコスト、円安の影響を慎重に評価した上で決定する予定とのことで、ダイキン工業の脱中国の動きが加速していくことでしょう。ダイキン工業は2023年度中に中国製部品が入手できなくてもエアコンを生産する体制を構築する、いわゆる脱中国を計画しています。なぜダイキン工業は脱中国をするのでしょうか。それは円安や新型コロナウイルスの影響、災害による供給の遅れといった地政学リスクなどを回避するためです。ダイキン工業はエアコンなどの機器製造に必要な部品を狙いの市場に近い場所で調達する体制を築いてきました。しかしサプライチェーンの見直しを進める中で、2021年に金額ベースで平均 20% 程度にまで削減していた各地域外からの部品調達が、いくつかの部品で依然として中国からの供給に依存していることが判明しました。さまざまなリスクの増加を考慮すると、脱中国という一国に集中するリスクを減らす取り組みは評価できる優れた戦略です。中国製品を完全に排除するのはコスト面でデメリットが大きいですが、リスクを軽減するために中国製品の比率を減らすというアプローチが取られています。さらに習近平政権による台湾への強硬な態度が緊張感を一層高めており、また
先進分野での米中対立が激しさを増す可能性も高いです。どちらの問題も短期間で解決することは難しいと考えられます。共産党政権による社会経済政策の運営の不確実性が増すことで、海外企業を中心に中国における設備投資がさらに不安定になることが予想されています。このような政治的な理由も脱中国を加速させる大きな要因の一つとなっています。さらに中国の生産人口の減少も大きな要因です。中国の15歳から64歳の生産年齢人口は2013年のピークを迎えた後減少傾向にあります。原因は1979年から2014年まで続いた一人っ子政策の影響です。経済全体で労働力が減少すると賃金に上昇圧力がかかります。日本貿易振興機構が発表した新型コロナ禍2年目のアジアの賃金・給与水準動向によれば、2021年の中国の製造業作業員の月額基本給の平均は651ドルでした。一方、インドネシアは360ドル、インドは316ドル、ベトナムは265ドル、バングラデシュは105ドルと、さらに低い水準にあります。これまでのように中国が労働コストの低さを武器にするのは限界を迎えています。世界情勢の影響も受けてエネルギー資源の価格は高止まりが予想され、企業がコスト削減を図るためには、労働コストが低い ASEAN 地域などでの事業運営体制の強化が今まで以上に重要性を増しています。ダイキン工業の2022年9月中間決算で発表された売上高や純利益などは、過去最高の半期成績を記録しました。エネルギー価格の上昇や環境への意識の高まりを背景に、海外での省エネ空調機器の売上が増え、円安も利益を押し上げました。売上高は前年同期比 29.6% 増の2兆197億円、営業利益が 15.0% 増の2216億円、純利益が 12.4% 増の1563億円です。特に海外事業が好調で、米国での売上高は前年同期比 55% 増の6885億円。アジア・オセアニアは 49% 増の2657億円と大きく伸びました。一方、国内空調事業の売上高は前年同期比 2% 増の2792億円でわずかな増加でした。売上高のうち海外比率は約8割、さらに円安が急速に進んでいることから180億円の増益要因となりました。原材料費や物流費の上昇が利益を940億円押し下げたものの、商品価格を上げることでこれを相殺しました。ダイキン工業の戸川正則社長は、円安を受けて海外で製造され日本に輸入されているエアコンに関して国内への生産回帰を検討していると述べています。すでに一部の部品は国内調達に移行しており、今後関東地方での新工場建設なども含めて様々な選択肢を検討しており、米中対立などのリスクを考慮し、ダイキンはすでに中国からの依存を減らす方針を打ち出しています。中国製部品が入手できない状況でもエアコンを生産できる体制を目指し、一部の部品の生産を国内に戻すとともに、取引先に中国以外から部品を調達するよう求めています。また戸川社長は、空気清浄機は中国や他の海外で全て生産していたが、リスクへの対応ができなかったため生産の一部を国内に移行したと説明しました。ダイキンが空気清浄機の国内生産を行うのは2008年以降初めてのことです。また国内販売される家庭用エアコンの多くは中国で生産されており、円安の影響を受けていることから、国内で中国と同等のコストでの生産が可能かどうかを検討していると述べています。このようにダイキン工業は国内企業においていち早く脱中国路線を見出し、国内回帰への動きに積極的に取り組んでいます。中国に依存しないサプライチェーンを構築し、リスクを軽減するためにあらゆる企業が脱中国を実行していくことでしょう。そして国内企業だけではなく、
海外企業による中国への投資は不安定な状況が続き、工場建設などの直接投資については中国から他の国や地域への移行が加速することとなるでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また Twitter と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。